パラジノース、または、イソマルツロースは、蜂蜜に微量に含まれる天然の糖類。クルコース及びフルクトースからなる2糖の一種で、スクロースとは結合の位置の異なる異性体である。蜂蜜中の含有量が少ないため、一般に利用されるのは、天才糖を発酵処理したものである。この転移酵素が、ドイツのプファルツ地方の製糖会社研究所で発見されたことから、 三井製糖がパラチノスとして商標登録している。素朴な甘さを持つ。日本では1985年より天然の甘味料として用いられ、子供向けを含めた様々な製品に用いられている。高宇食性があり、1986年には虫歯にならない天然の糖のキャッチフレーズを売りにした歯磨きガムが発売された。2010年頃より、 糖尿病患者向けの栄養補給商品に2018年頃よりスポーツ、運動時の栄養補給商品に使用が広がっている。一般的な糖質と同様、体内で完全に消化されるため4キロカロリー、G の質量あたり生理的熱量を持つがゆっくりと分解される性質から血糖値の急上昇、急加工を防ぎ、インスリンの急激な放出も抑える。 血糖値の上昇性を表す GI は32であり、低 GI に分類される。特に糖尿病患者用の栄養補助食品の糖質源として用いられている。2019年にはパラチノースを関与成分とした血糖値の上昇を抑える機能性表示食品が消費者庁に届けで受理された。インスリン分泌量が少ないためエネルギー源として脂質の使用を阻害しない。 そのため、一般的な糖質と比較して、エネルギーとして使用される脂肪の量を増加させ、代謝を促進させる。また、内臓脂肪の蓄積を促進するホルモンとして知られる GIP の分泌を抑え、定期的な摂取で肥満者の内臓脂肪量を低減させることが報告されている。運動時の血糖値の低下を防ぎ、脂質の燃焼を促進することから、 一般的な糖質の摂取と比べて、持給系のスポーツにおけるパフォーマンスが向上する。また、筋肉による糖質エネルギーの利用量が増加し、運動後のグリコーゲンの回復も高まることが報告されている。運動前、運動中のエネルギー補給用途で、飲料、ジェル等に使用されている。脳への血糖供給も持続することから、一般的な糖質と比較して、 長時間注意力が向上し、また眠気が低減することが報告されている。2019年頃からエナジードリンクなどの成分として使用されている。パラチノースを還元することで得られる。誘導体とアルコールである還元パラチノースは、パラチノースと似た、甘味質を持つ、甘味料であるが、機能は異なる。還元パラチノースは大量に摂取することで、お腹が緩くなることがある。 還元パラチノースを含む食品も虫歯対策用途で特定保険用食品に指定されている。ありがとうございます。